こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はゲーム実況系 YouTuber の機材について考えるです。これは前回の、続きみたいな形になるんですが、これから YouTube を使って、何かしらこう情報を配信したりだとか、そういうことをねやりたい方に対して、なんかこういろいろアドバイスができたらなって思うんですけど、今回のねゲーム実況系うんだらかんたらっていうのに関しては僕自身もほとんど知識がない、ただの好奇心みたいなところがあるので、いつも以上にね情報が非常にこう偏っているというか薄いと思います。はい、そこら辺もご了承いただければなと。あとこのコンテンツはポッドキャストなんですけど、その YouTube の方で見てる方にとってはただのなんていうかな、映像コンテンツではないラジオなので、映像の方をね期待してもしご覧になってる方がいたら今すぐこのコンテンツを閉じてくださいというところで、ちょっとじゃあ始めていきますよ。今回がね今収録しているのが4月30日の夜なんだけど、もういよいよ、平成最後のね夜というか日というかね、これはどこでも今日はもうテレビつけてもラジオ聞いててもそればっかだから、別にね今更なんだけど、とりあえず挨拶程度みたいな意味合いでね話をさせていただきました。ゲーミング系ね YouTube、 これは何でしょう。僕自身はですね、この全くゲームやらない人間で、本当に2週間ぐらい前から、この番組で話してるあれですよ、 Apple TV の方で始めたゲームっていうね、コントロール買ったからっていう、そのあたりからね結構今頑張ってやってます。頑張ってやってるという変だな、割とやってるゲームもあって2つぐらいね、非常にこう楽しんでおりますよ。一つはね、デラクエっていうね、これ多分知ってる方たくさんいると思う。デラクエ、デラクエ、ドラクエのパクリみたいなゲームでね、すごいレトロなやつなんだけど、あれをね、うちの長男くんがね、Apple TV でやってたのを、なんだかもうそのストーリーも全然わかんないんだけど、レベル6とか8とかあったから、ちょっとこれやってみようかなと思う。コントローラー、まんま使えるからね。やってみたら、あれをあれをと、レベルが上がっていき、今、レベル70ぐらいになってますね。一応クリアはしたんだけど、なんていうのエキストラマップっていうのがあってね、それがね非常にレベルが高くないと全く歯が立たないっていうのも、1日10分ぐらい、もうちょっと時間決めて短めだけど、なんかこうちまちまやってます。はい、で、もう一つがなんだっけ、 なんとかパルスみたいな FPS 系のやつ、戦争のもののやつですよね。あれをね、これは話したけど、要は指先をね鍛える意味でやってるんだけど、おかげでね非常にこう指先の器用さもそうだけど、平常心の大切さを、思い知りましたよ。はい、もしかしたらそれも本編で話すかもしれないんですが、今回はそんな感じでよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それじゃあ本編の方に入っていきます。入って早々あれなんですけどね、前回のちょっと補足をさせてください。前回YouTube のね、これから YouTube を始めたいっていう方に対して機材だとか、アプリのね編集するアプリの紹介とかしていったんですけど、その中でね、ダヴィンチリゾルブの話はしたけど、他のアプリに触れてなかったなって思ったんですよ。他のアプリってあんまり数はないけど、例えばファイナルカットプロ10だとか、あとはプレミアとかね、そういうのも あったなと。それはかなり大御所だし、それはスタンダードだから話しておくべきだったのになと思ったので、ちょっと、それは追加でね、ちょっと、おすすめとして挙げておかせてください。プレミアムもいいソフトですし、ファイナルカットプロ10ももちろんいいソフトです。はい。さて、ですね、今回ゲーミング系のね、実況系、コンテンツ、チャンネルを作りたいっていう方を、対象として、
僕自身も勉強するって意味でね、ちょっとね、こう、話をさせてもらうんだけど、なんだろうな、その、まずね、その、ゲーミング系。なんでゲーミング系なのか。僕がね。それは、わかりやすいところで言うと、今後、仕事として関わっていくことになりそうだから。ね。そう。これはね、3週ぐらい前に話をした、あの、あれですよ、Google の新しいプラットフォーム、まあ、ゲームのサービス、Stadia。あとは、Apple のゲームセンター。この二つがね、台頭してくるのが、登場してくるのが今年の年末あたりから、日本に来るのは、まあ、スタディアに関しては多分来年のになるでしょうけど、その二つが出ることによって、今以上にね、e スポーツをこう、軸としてね、いろいろこう、実況系っていうのはまた変わってくると思うんですよ。確かに今でもすごくね、こう勢いがあって、その数あるカテゴリーの中、まあ、YouTube のカテゴリーの中でも、もう多分トップの、まあ、いや規模の、まあ、お金が動いてるカテゴリーなんですね。はい。で、実際にその、もう山のように、もうそれこそ山のように参入してる方々がいるので、もう飽和しまくりで今更、それをやる、うん、その、ゲーミング系をやるのかって、まあ思うんだけど、でもそれでもやっぱり、その、ね、母数っていうのはまだまだ桁違いに多いので、人口のね、まだまだ今後も参入してくる人が増えるだろうっていうのがあります。はい。今回来た機材話すって言っても、その、前提として、その、先に挙げたそのスタディアとか、そのゲームセンターとか、そういったのがどういうふうに普及していくかっていうの次第では、今回の話っていうのは全く無駄になっちゃう可能性があるんですよね。なぜならその、スタディアとかはもう標準で YouTube と連携する機能が完全にもう、あの、備わってるらしいので、もう単純にその動画を、綺麗な動画をね、配信するだけじゃなくて、その、動画を見ているユーザー、まあ視聴者か、視聴者の方がもうその場で直接、その、見ている、まあ、コンテンツのゲームの中にオンラインで参戦するみたいなことも可能になるらしいので、もうあの、今までのそのゲームとの接し方とはまたちょっと違ってくるんですよ。うん、もうあの、勢いが全く違うと思うんですよね。ものによっては。あの配信者によっては。うん。なので、今回の、その、ハードウェア系がどうこうっていうのは、本当それこそもう、2、3年後ぐらいには化石みたいな考え方。まあ時代遅れになってるかもしれないですよね。もうハードウェアなんていらないよっていう、もうプレステなんていらない、Xbox なんていらないってなってもおかしくない。うん。だからそこら辺はね、まあ、しょうがないとして、今回ちょっとね、話を進めていきますけども、まずね、ゲームの実況について、今もワールドポピュラーなんでね、知ってる方とか、実際やってるよって方もね、やったことあるよっていう方もいらっしゃると思うんだけど、まず機能としては、もうそもそもゲーム機単体でね、配信できるようになってて、Xbox もそうだし、プレステも、もう自分たち、まあ、その、ゲーム機単体で直接もう、配信することが可能になってますよね。うん。で、その、プレステに関しては、極力まあ高画質で撮りたいっていうユーザーだったら、プレステよりも、ノーマルのプレステよりも、プレステ4を選ぶ、まあ4じゃない、プレステのプロね、プレステ4のプロをチョイスすると、より綺麗な、1080p でね、配信できると。無印のプレステ4は 720p ということなんで、まあ解像度に、解像度にすると、まあ2倍違う。うん。ので、一般的な用途だったら、それはそれでいいんですけど、ただまあ、単純にね、別にその、ゲームとか、他のゲーム機とか、例えば、任天堂スイッチとか、そういったのは、まあもちろんプレステで配信することはできないから、他のゲーム機の、まあファミコンとか、Wii とか、そういったところもね、配信したいっていう方は、もちろんそのプレステ4、うんぬんっていうのだけじゃ解決できないわけじゃないですか。うん。あとは、その単純に画質とか、そういったものに関しても、やっぱりその専用の機材、キャプチャーボードとかね、今回話をしていくキャプチャーボードとかを使うことによって、よりこう高画質で配信できるので、
やっぱりそういうのは直接的なね、見てる側のその利便性みたいなものに直結する、まあ没入感に関してもので、やっぱり自分がもしねゲーム実況をするとしたら、やっぱり標準の機能だけじゃ多分やらないと思うんですよ。やっぱりマイクをきちんとセットして自分の声を取れるようにして、でキャプチャーボードを使って高画質で配信したいってやっぱ思うと思うんです。でまあそれちょっと言ったところで、今自分の状況を話をするとですね、僕ゲームしないのに、まあゲームの実況系の動画みんなね最近ちょっと見てるんですよ。割と好きで、見てるのはまあメインがドラゴンボール ドラゴンボールファイターズだ。はい、僕ドラゴンボールがしかほとんどアニメ知らないので、もうそればっか見てますけど、あ面白いなと思って、すごいなと思って、やっぱりこう知っているからこそ、そのストーリーを知っているからこそね、よりこう楽しめると思って、最近のゲームってすごくよくできてるじゃないですか。画質だけじゃなくて演出とか、あとまあなんだろうな、そのやっぱ演出か、はい、ので本当に番組を見ているような感覚で見れるっていうのがすごいなって思って僕は見てるんです。あとはね、なんだっけ、ストリートファイター4かな、はい、っていうのを最近ね GCC だったかなんだかって、まあ、頭文字を取ってるんだけど、なんかこうゲームの世界大会みたいなやつのやつとかをちょいちょい見てます。やっぱりこうね見てて思うのは、盛り上がり方とかが確かにそのスポーツに近いものがあるなと思うんですよ。緊張感とかね、その見ててこう盛り上がり方って直結するんだけど、なんかこうゲームなんだけど確かにちょっとリアルに通じるものがあるなって思ってて、そういうのでねこう考えながらね見てるとね、いろいろなのなんていうか見方があるんだと思ってね、こうすごいこう興味深いわけですよ。だから最近ほら最近のゲームっていうのはその e スポーツっていうのにこう順対応したというか、 e スポーツを意識したゲームっていうのは頻繁にアップデートするけどして、であまり続編ってそんなスパンで短いスパンで出ないじゃないですか。まあだからそう、多分ゲーム作る側の人間としては過去にあったようなその制作環境というか、運営のやり方仕方とかも全然違ってて、一つのゲームを作ってはいおしまいじゃなくて、いかにそれをこう育てていくかとか、そのユーザーの声を聞きながら、進化させていくのかとか、そういうのを考えなきゃいけないとなると、なんかこうコストとかねえサーバーの整備とかね大変そうだなっては思うんですけど、まあどうやってそれが収益化に結びつけているのかっていうのがまた気になるわけですよ。ここら辺はなんかねもうちょっと純粋に楽しめないかなって自分で思うんだけど、まあねなんかこう大変じゃないですかと思っちゃうわけですよ。そんなわけで、はい、ちょっと長くなっちゃいましたが話をしていきます。まずキャプチャーボードにね買うときに、まあキャプチャーボードを買うって前提の話ですよ今回。キャプチャーボードを買うときに、そもそもそのなんだエンコード方式っていうのが僕結構気になる人で、エンコード方式っていうのは例えばソフトウェアで処理するのかハードウェアで処理するのかっていうのがあって、これ昔から結構ある話なんで僕もよく知ってるとかある程度知ってるんだけど、例えばそのキャプチャーボードを買いました、でそれがソフトウェア方式でエンコードするタイプだと、マシンにそれをエンコードする PC に非常にこう負荷が高いと、その画質も いろいろ選べるんだけど、いい画質にするとイコールいいマシンが必要になるっていうので、割と昔はね僕が10年ぐらい前の知ってた時はハードウェアエンコード方式の方が好まれてる傾向にあったような気がしたわけですよ。そっちの方はねそのキャプチャーボード自体でエンコードしちゃうから
PC の方にはあまり負担がかからない。でもその代わり画質に関しては細かい設定ができないから、画質をとことんまで追い詰めたいんだったら、もちろんソフトウェア方式の方が、まあ、いいっちゃいいですよとか、そういうなんか得て増えてみたいなものがあったんですね。まあそれはそこは今もあまり変わんないみたいですけど、僕わかんなかった、まあその勘違いしたのは、遅延に関してはソフトウェア方式の方がない、少ないらしいんですよ。ハードウェア方式の方が遅延があるということで、僕これ逆だと思ったんでね、あ、そうなんだと。今回調べてね、ちょっとびっくりした、ことなんですけどね。で、その、まあそうね、結局その、あとは接続端子とか内蔵型なのか外付け型なのかとか、解像度はどれぐらい対応してて、フレームレートは、どこまで対応してるのかとか、あとはまあパスする機能があった、あるのかないのかとか、そういういくつかの、その見るべきポイントっていうのがやっぱりあるらしく、その、選択肢はそこまでは、な僕、Amazon でちょっと見たんだけど、選択肢はそれほど多くはないわけですね。そのニッチな、カテゴリーではあるので、多くはないんだけど、価格的には安いのはでも7000円、8000円ぐらいかな、から、まあ3万円とかそこら辺までのレンジがあって、まあ高くはないけど、ただゲームの実況するために、まあプレステとか Xbox は本体だけで配信できるのに、ただ画質を上げたいからとかなんとかっていう理由だけで買うにしては確かに勇気がいる価格だなとは思いますね。はい。でもそういうわけでね、僕だったらどうするかってそもそも話なんですけど、やっぱね、前回YouTube の方でお世話になったアワーメディアさんとかのね、高いやつをね、3万円ぐらいのやつをね、選ぶ可能性もありますけど、まあ 4K 撮れるしみたいな。はい。まあ本当に僕だったらもう、4K 一択ですよ。4K でできれば 60p をっていうね。ちょっと調べると、取り付け方法、内蔵と外付け。だと、内蔵型は 60p、4K の 60p で配信できるっぽいんですけど、どうやら外付けの方はね、60p で配信できないっぽい。僕は普通の映像、YouTube の普通の実写の映像に関しては、60p って僕否定派なんです。僕 30とか 23.98、まあ24とかそういったの方が僕は好きなんですけど、ゲームに関しては 60p はの方がいいと思ってる、やっぱり。なので、できれば 60p でって思ったりすると、やっぱり僕の場合だとね、その自分がやるってなったら、ね、結構高くついちゃうなと思います。はい。接続端子に関してはちょっと話をすると、今 HDMI とか、あとはあれか、ちょっと忘れちゃう、ディスプレイポートとかかな。あとその昔の、まあ、ファミコンだとかそういったのを接続する場合に使うコンポジットケーブル、コンポジット端子、赤と白と黄色かなの3種類の差し込み口があるタイプあるじゃないですか。ああいったものもね、いくつかやっぱ物によっては対応しないものがあるので、きちんとご自身にね、目的に合ったやつをきちんと選ばなきゃいけないっていう。先々を考えるとね、結局今はこれだけで配信したいけど、いや待てって、半年後にはファミコンも配信したいとかってなるかもしれないんで、そういった意味じゃね、なんかこう、お金かかるなぁと、お金と手間とあと下調べみたいなね、かかるなぁって思いましたね。結構多く深そうだと。あとは、その、パスする機能が個人的にはちょっと気になってて、パスする機能ってのは、例えば、ゲーム機があって、ゲーム機とキャプチャーボードを接続します。で、それから、ゲーム機とキャプチャーボード、違うな、ゲーム機と、あれか、ゲーム機だ。ゲーム機とキャプチャーボードを接続して、で、そこからこう、モニターにつなぐんだけど、パススルーっていうのはもう一台のモニターを用意して、そこに処理をかまさないで、そのまま要は、映像の信号を流しちゃう。
っていう方式ですよね。まあ、要は片方のモニター、両方、2つモニターがあって、1つは少し遅延がある。で、もう片方は遅延が全くない。で、その遅延の全くないモニターを見てゲームをすることによって、さっき話してたね、ハードウェアとかソフトウェアとかの遅延問題っていうのを完全に克服できるということです。はい。ということで、やっぱパススルーっていうのは絶対必要だろうってなると、まあ、これも調べてないんだけど、多分1万円強とか、まあそういう製品になるんでしょう。うん。ここら辺はね、今回本当はっていうか、これが絶対いいっていう型番を上げたかったんだけど、まあ結局いろんな選択肢がね、あるわけじゃないですか。初めに話した、配信したい機材というか機材でも、あれだな、ハードウェア、Xbox なのか、PlayStation 4なのかとか、あとはまあファミコンなのか、何なのかっていう、そういうのがいろいろ分かれちゃうんで、結局、まあ答えはたくさんありすぎて、まあ、いっかみたいなのもあります。はい。ちょっとここからはね、YouTube の方の話になっちゃうんだけど、いくらね、その、配信側、配信者がその画質にこだわって、いい機材を揃えてね、その、揃えたとしても、まあ、もしくはいい設定を、まあ、編み出したというか、作り出したとしてもね、例えばソフトウェアの、方式のものを買ったんだったら、例えば、ワンパスじゃなくてツーパスで処理するってもしかしたらあるかもしれない。マルチパスとかね。うん。これは、ワンパスっていうのは、エンコードを1回やって、はい、おしまいっていう方式で、まあ、ツーパスっていうのは、2回エンコードして、まあ、要はその2回をこう、比較して、スピードの速い、動きの速い部分とかで発生するモザイクみたいなものをね、消すみたいな、そういう、ね、機能があったり、より高画質で撮るために時間は2倍かかるんだけど、画質はアップするって、そういう方式が撮れたりするんですよ。はい。それをもしやって高画質な映像を Google のサーバーに送ったとしても、その、Google 側でね、YouTube で配信する前に、もう一度エンコードするんですよね。必ず。するので、その、どんなに高画質で配信したとしても、それがそのまま YouTube で流れるとは限らないってところには、ちょっとした注意が必要なんですよ。うん。確か、リファレンスか何かで書いてたかな。YouTube 側はワンパスだったはずです。はい。だから、ツーパスとかどんなに動きの速いね、ゲームとかをこう、高画質化したとしても、やっぱり YouTube 側にアップすると、そこはもう動きの速い部分とかではちょっとしたモザイクみたいなものが発生しちゃうっていう、そういうね、仕様みたいなものがどうしてもあるので、そこに関しては妥協しなきゃいけない。でも、その元のデータ、要は配信者が Google に送り出すデータは、極力いいものであるのに間違いはあるわけがないので、まあ、それは2パスとかそういう、まあ、2パスに限らずね、そういう高画質設定を使って配信するに越したことはない。うん。僕なんてね、もう見てる側でしかないけど、やっぱりね、その FPS もそうだし、画質とか、そうね、画質、だけ撮ったとしても、やっぱり見ないですもん、その変なっていうかモザイクとか、そういう、ちょっとね、しょぼい映像っていうのは、見ないですぐ閉じちゃって、どっちかっていうと、より高画質の方に進んじゃうっていうのはあります。普通の映像ではほとんどないんだけど、やっぱゲームとかっていうのは、まあ、なんていうかな。そういうもんだと思ってるんでね。ゲームっていうのは綺麗なもんだはずだと。うん。なので、そういう先入観のおかげで、とにかく画質がちょっとでも悪いとすぐ離れちゃいます。多分、まあ少なからずそういう層はいると思いますね。なので、YouTube でこれからね、ゲーミング実況をするっていう人は、とにかく高画質で配信するために、きちんとね、できれば、まあ、ソフトウェア方式のね、ものを使って、で、配信用の PC は、いい PC を使ってですね、8コアとかの CPU 積んだメモリ 16GB の GPU もごっついやつを積んだやつを使うと、多分幸せになれる。うん。そして、ぜひ 4K のね、60p 配信とかに
チャレンジしてもらえると僕が楽しい。自分が見るゲームに関してはね。うん。あとはあれだな。メタルギアソリッドとか、あとバイオハザードとかちょっと見てみたいですね。あれはストーリー僕好きなんで。はい。あんま知らないんだけど。ええ。そんなわけで、ちょっとエンディングに入る前に、今月のアンケートについてちょっと話をしていきたいと思います。今月のアンケートは、仕事や勉強は家でやりますか、外でやりますかっていうのをちょっとね、お題を募集したんだけど、今回一人しか、レイさんしか来なかったんで、今月のお題のチャンピオンっていうか、最優秀賞はレイさんに決定です。はい。そのレイさんには、ヤムポイントを10ポイント差し上げますんで、おめでとうございます。はい。で、来月のアンケートは、行楽シーズン、ドライブで行くなら都会、それとも田舎です。都会が A、田舎が B です。はい。これも同じように、番組に読ませていただいた方には、もれなく、ヤムポイントを、差し上げます。そして、月のね、締めに、その月の、最優秀賞をね、選び出して、その方に10ポイント差し上げますんで、どしどしと応募していただければなと思いますよ。あとは、その他には、チャンネルさんいらっしゃいっていうね、YouTube でチャンネルを開設して、なおかつそこで動画を公開されている方が、自分のチャンネルをね、僕に紹介していくっていうコーナーもね、やってますんで、採用させてもらった方には、もれなくヤムポイント、10ポイント、差し上げてますんで、こちらもね、ぜひ宣伝があったら、ちょっとね、応募というのかな、投稿してもらえるとね、助かります。番組に対してのコメントでね、お寄せくださいというところでね、はい。今回の話はね、本当にこう振り返ってみてね、僕は聞いても楽しくなさそうだなと思いましたよ。誰得なのかと。多分これ聞いてる方でゲーム実況にそこまで関心のある方っていうのはいなさそう、いるかなねえ、みたいな。そう。あ、でもね、こう、僕自身ゲームはしないし、もっともっと楽しいことたくさんあると思ってるけど、ただ、たまにやる分にはいいと思ってるんですよ。ね。やっぱりその仕事柄、例えば、3DCG の表現とか、あとはエフェクトの VFX の表現方法だとか、そういったところでね、参考になるところたくさんあるし、単純にその表現としては面白い。ストーリーも昔と違って、昔も面白かったけどね、その今のやつは、より映像美的な、なんていうかな、それを織り交ぜた、演出を織り交ぜたストーリーっていうのをこう、生み出せるわけじゃないですか。ね、わかりやすいところで言うと、ファイナルファンタジーとか。ああいったものっていうのがね、なんかこう単純にストーリーとして映画みたいな感覚で見るっていうのは僕はすごく好きなんで、自分でやるっていうよりは単純に人がやってるのを見るのはやっぱりね、そっちの方が、好きかなって気はします。はい。ね、本当にもう、なんだっけな、なんだっけ、Apple TV でね、そう、最近ね、ちょっと本当にいくつかゲームをやってるんだけど、やっぱこう、昔はね、単純に、こう、なんだろうな、うまくなろうとかじゃなくて、こう、楽しいなとか、負けたくないなみたいなのでやってたんだけど、今は全然感覚違って、さっき言った FPS、多分アフターパルスってゲームなんですよ。FPS に関しては、十字キーじゃなくて、なんだろう、グニグニ動くやつ。あれの使い方がね、ほんと神経を集中して、ほんと精神統一して微妙に動かすっていうのをすごく意識しちゃってるんだけど、すごく上達が早い。そんだけです。それじゃあ、さようなら。